皆さんこんにちは。今回は大阪駅北側再開発梅北二期工事の様子を報告したいと思います。よろしくお願いいたします。ルクアと桜橋口の新駅ビル、イノゲート大阪の間にいます。この場所からの光景も以前と比べ建物が増えました。連絡通路の工事が急ピッチで行われています。ルクア側の工事もしていますので、もう少しするとこの場所も閉鎖されるかもしれませんね。イノゲート大阪も外観が整っています。JP タワー大阪の外観が完成しています。2024年3月に竣工予定です。壁には切ってスカイシアター MBS ジ大阪ステーションホテルの文字が見えます。これらの施設は2024年7月に開業予定です。西梅田一番踏切跡付近にいます。この辺りは整地しているところです。掘り起こされて支柱のようなものが見えています。ちゃんと波板を使って土留めをしていますね。何の支柱だったのか謎です。架線柱かなとも思ったのですが、片側だけですし。この踏切跡の撤去は道路を封鎖する必要があるので、おそらくグラングリーン大阪の街開き後に行われると考えられます。北側はずっと先まで更地になっています。南街区の様子です。パークタワーの中層階までの外観は完成していますね。木目調と言っていいのか分かりませんが、こうやって見ると木目調の壁が目を引きます。上層階が鏡のようになって硬質な感じがする。温かみのある感じになっていますね。ただ、この手前に分譲棟が立つんですよね。この位置からだと、隠れるのでは？パークタワーの上層階に、ホテル、ウォルドーフ・アストリア大阪が入ります。サウスタワーは一部の外装工事が始まったところで、まだ組み上げている段階のようです。ここの5階から28階に、ホテル阪急グランエスパイアが入ります。全482室です。メインターゲットはインバウンド客のようです。イノゲート大阪を見ています。外観は完成しています。ガラス越しに上層階の一部の工事をしているのが見えます。ゲートタワーは絶賛工事中です。南街区にも街路樹が植えられ始めました。このようにして植樹しています。ひらめきの道も工事が進んでいますね。前回はエレベーターの2階フロアができたところでしたが、
今回はそこに通じる階段が完成していました。地下出入り口の上にかぶさるように階段が作られています。この出入り口付近の整備も進んできました。ルクアとの連絡通路などの工事が楽しみです。現在私の立っているところを利用できるのが本日までで、7月21日からは工事の関係で通路が切り替わります。また利用が停止されていたエスカレーターも再稼働します。こちらの通路に切り替わります。ステッププラザに来ました。工事関係のものなどがなくなり、すっきりした感じがします。下を見ると道路の部分ができているようです。後ほど上から見てみましょう。広場の大屋根もはっきりとドーム型になっています。北外区方向を見ています。ネクストイノベーションミュージアムの建物も雰囲気が出てきましたし、梅北の森の工事も進んでいます。まだ防音シートに覆われています。街路樹が元気になった気がします。連絡通路も細かい工事をしている様子です。北外区のビル群は組み上がっています。これから外装と内装を進めていくのでしょう。表面の壁に映る青空が綺麗です。グランフロント大阪北館から見ています。あとは内装工事だけですね。こちらの低い賃貸棟も立ち上がって、これから外装工事に取り掛かります。画面右奥に分譲棟の様子も見えます。梅北の森の様子です。何の工事をしているのか分かりませんが、水に関する工事をしていると思われます。南街区の様子です。イベントホールも骨組みができ、ひらめきの道がつながったようですね。街路樹が交差点近くまで植えられています。福島方面の道路もできています。あのビル取得済みなのでしょうか。ネクストイノベーションミュージアムも工事が進んでいます。右側壁面は緑に覆われるので、その作業をこれからしていくのでしょう。ノースタワーの低層階や連絡通路の工事も進んでいます。ひらめきの道ができる部分に沿って見てみましょう。グランフロント大阪南館から見ています。商業施設がどんな風に建設されるのか楽しみです。
パークタワーやゲートタワーなどの様子です。まだまだ工事はこれからですね。地下ホームへの出入り口付近もいろいろと工事をしており、この白い地面の部分が基礎になるのでしょうか。気になります。南街区とリフレクション広場の様子を見てみましょう。グラングリーン大阪とグランフロント大阪の間の道路はかなり道幅が拡張されるようですね。街路樹のあたりまで車道で、街路樹の間が歩道になると考えられます。土留めのスチール板が見えます。何の工事をしているのでしょうか。気になります。ルクアの上から見ています。なんとなく完成した時の形が見え始めてきた気がしますね。これで報告を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。